全国の良い子の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、令和3年9月11日土曜日でございます。ここ奄美大島はですね、幸い天気が良くて、やっぱり30度は越してますね。南向きの窓からこうずっと見ると、まあ、適当に青いし、まあ、台風の影響もありますので、ちょっと白い雲が、多くかかっているような感じでございます。また、セミがですね、ミンミンと、元気よく鳴いているのか歌っているのか分かりませんけれども、まあ、多分セミも暑い暑いというふうにして、まあ、鳴いているというか叫んでいるのではないかと思います。さて今日はですね、久しぶりに人生の棚卸しということで、皆さんにも自分の人生を思い出して考え直して、整理整頓していただければと思います。ご存知のようにですね、眞子さまと小室圭さんがめでたく結婚ということになりましたけれども、先日そのニュースを私見たときに、なんかもうそろそろ30歳になるとかなったとかいうことでふと思ったんですけれども、その私が人生の棚卸しを始めるきっかけもやはり29歳の時にいろいろありましたので、まあ、特にそれが30歳になって31歳ぐらいになってから人生の棚卸しというのを知りまして、まあ、それからホームページにも、まあ、2000年から書き始めています。多分、日本人では20年前に人生の棚卸しをやったのは多分私が初めてで、ネット上に載せたのも多分私が初めてだろうというふうに、自慢をいたしております。さて、今日なんですが、今日の話はですね、現在私62歳なんですけれども、例えば、この動画を見ていらっしゃる方が30歳、40歳、50歳、60歳だったとしたら、間違いなく27歳、8歳というのを経験しているわけなんですね。で、私の本居武雄の人生劇場の中に、いわゆる、私の、人生の棚卸しの中に、まあ、いわゆる0歳から45歳ぐらいまでだいたい大まかに書いてあるんですが、実は27歳、8歳というのがですね、ないんですよ。ほとんど記憶にないんです。で、これはあくまでも持論というよりも、もう私の経験上のことなんですけれども、長く生きていると、あるいは30歳の皆さんがもし聞いていたらですが、27歳、8歳の時の記憶がありますかということが一つと、ものすごく悩んだ時期があったんじゃないかと思いますね、人生に。例えば、大学卒業して22歳と。で、まあ、5、6年すると就職なんかして、まあ、これからどうしようかなと思って悩んでいる方、あるいは結婚して悩んでいる方も、いらっしゃったと思います。で、あるいは私のようにプータローして、悩みながらもどうしていいのかわからないという、ことで、日々大変だった方もいらっしゃると思います。まあ、あるいは、正確にですね、勉強だ、仕事だ、家庭だ、海外旅行とか、まあ、留学であるとか、まあ、そういうことにこう計画的にこれとこれとこれっていう感じで、生きた方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり特にそのみそじですね、30歳前の27歳、8歳あるいは29歳まで、この3年間というのはものすごく悩むんじゃないかと思います。で、まあ、世間的には眞子さま、小室圭さんということなんですけど、まあ、一応私男なので、まあ、今回は小室圭さんと眞子さまということで、小室さんはちょっと前に持ってきますけれども、やはり、私このニュー、その、まあ、要するに最初の記者会見を見た時に、愛し合う二人だったら明日にでも一緒に暮らさせたらいいじゃないかというふうに私は思ってるわけですよ。多分私だけじゃなく、全国の多分何百万人の方は結婚させたらいいんじゃないかなというふうに思ったと思うんですね。ところが、
まあその小室さんのお母さんの婚約者と婚約者とのお金がどうのであったりとか、そうなると女系天皇がどうであるとか、それから眞子さまは拒否、まあもらわないということだったらしいんですけど、いわゆる支度金っていうんですか、まあ、まあ専門用語わかりませんけど、1億3000万か4000万のお金もいりませんよという、ことだったんですけれども、多分そのことであったりとか、確かに、その女系の問題もあるし、そのお金の問題も、その今言った1億何千万の問題もあるし、その小室さんのお母さんの婚約者との関係でお金がどうのこうのという問題もありますけれども、当然私はお金出せませんけど、出せるんだったらも出してもいいけど、そのお金で解決するんだったら誰か払ってくれればいいじゃんというふうに思うわけですよ。ところが世の中というのはもう聖人君子みたいなことを言いやがるわけですね。当然マスコミもしかり、なんだかんだ言う人もしかり、もう聖人君子がもうですね、一つも間違ったこともないような感じの人がですね、そのああでもないこうでもないというわけですよ。例えばその結婚しますと言って記者会見をして、まあ、極端な話、明日は無理かもしれないけど来月でも一緒にねさせたら、で結婚させたら今頃、子供ができて、2歳とか1歳半ぐらいの子供ができていたかもしれないわけですね。で私は多分男の子ではないかというふうに思ってはいるんですけれども、で多分その子が後々はあの天皇陛下にはなれませんけれども、この子の方がなんか天皇陛下に向くんじゃないかという思うような男の子が生まれてくるというふうには想像していますが、まあ、とりあえずそういうことは置いといて、まず周りがその愛し合う二人をこう見守るというようなことで、そのいわゆるもっともっともっとその恋愛をさせればいいと思うし、ディズニーランドも行けばいいし、できれば旅行するんだって奄美大島来てほしいし、まあ、私がノーギャラでいいですから案内するけれども、だからそういうふうにして買い物であるとか旅行であるとか、それからその、まあ、都内の観光であるとか、意外とハトバスに乗るとかいうのも面白いんじゃないかと思いますね。やはり眞子さま自体が普通の人じゃないので、失礼、普通の人じゃないので、まあ、その SP とかいろいろつくので、悪く言えば面倒くせえみたいなところあるかもしれませんけれども、そのあたりをやんわりこう持ってきてですね、こう2人のこう愛をですね、その周りがその見守るっていうか、させたらどうっていうの感じがしますね。で、まあ、今回幸い結婚するということでよかったんですけれども、その時と場合によって人間ですから、男と女ですから、やっぱり別れたりとかいろいろするじゃないですか。だからやっぱり今のうちにその別れるんだったら別れればいいし、やっぱり別れることができないんだったら、それこそ一日でも早く一緒にいなくて、家庭を作る、子供を作る、質素倹約もしてですね、まあ、爪に火を灯しながらですね、12月はクリスマスになるので、まあ、宗教的にはどうか分かりませんけれども、まあ、ニューヨークで2人で、まあ、楽しむであるとかいうことを一日でも早く、なぜ周りがさせないのかということが、私に言わせれば腹立たしくて腹立たしくてですね、なぜ周りはその人の恋愛を面白おかしく、見ているのかやるのかということが非常に、腹が立ってしょうがありません。さて、今回のタイトルとしてはやはり長く生きていると、特に27歳8歳は、男子は多分女性の皆さんもそうかと思いますけれども、悩むと思いますね。どういう方向に僕は行ったらいいのかということで、やはり大きく悩むと思います。また悩んでいるんだけれども、なかなか当然それはもう答えが出ない、出せないというのがあると思います。やはりその時に、親に相談するとか、友達に相談するとか、あるいはその大学時代の教授と
教授であったりとか、あるいは信頼できるおじさんおばさんであったりとか、そういった方々に、僕は今こういうふうにして悩んでいるんだけどっていうことで、なかなかその自分の悩みっていうのは恥ずかしくて言えない場合がやっぱり人によってはあると思いますね。例えば借金があるとか、物理的にっていうかその体が悪いとか、それから、LGBT ですか、スペル合ってますか、もうこれだとかですね、それから、実はがんなんだとかですね、それから実はその刑務所から出てきたばっかりなんだとかですね、まあ、いろんなその27歳、8歳でもですね、まあ、いろんな方々が、それも絶対いると思うんですよ。ですから、そういった中で、やはり、お悩み事相談所ではありませんけれども、いつでもですね、誰でもが来て、そのいろんな相談をですね、私や皆さんに、するかっていうとなかなか勇気がいる。本当にですね、自分の今の現状をですね、さらけ出してどうしたらいいのかわからない。で、もっとわからないのは、今の自分をどういうふうに相談をするあなたに説明していいのかって、それもわからないんですよ。ただ金がないとかですね、ただ病院に行ったら、要するに例えば癌であるとか、長期療養が、治療が必要であるとか、それから自分自身がその LGBT でなかなかそういうことを、はっきり言えないであるとか、あと親がカクカクしかじか高校でとか、なかなかですね、勇気がいるし、で、相談した相手がですね、もう今もう一番怖いのは SNS の時代ですから、具体的に、名前を書かれて面白おかしくですね、こいつはこうなんだとかですね、またされるとまた、嫌だというふうに思うので、なかなか、相談事もできないというのが、やはり皆さん、どうしたらいいのかわからないというのが、やっぱり正直なところではないかというふうに思っています。で、今これを見ていらっしゃる方が27歳、8歳である場合には、まずは誰に相談したらいいのか、それから口の固い人は誰かということもやっぱり考えた方がいい。それから、周りの人が全部信用できなければ信用できなくていいから、例えば手相ね、手相の占いの方に相談するとか、それをね、できれば7名ぐらい、7名ぐらい、もうお金がないんだったら1人か2人でもいいから、こう手相を見てもらうと、その占う人が、こうですよ、あなたはこうですよということで、そのこういうふうにやったらいいですよというふうに、教えてくれる場合があります。はい、で、あるいはその私のスピリチュアルの動画でお話ししていますが、もしも近くに、あるいは友達の知り合いでちょっと神がかってて、そのできればお金がかからない方が本当はいいんだけど、少しはもうお金持っていかなきゃいけないか、でそういうちょっと神がかった人にも、ちょっと僕はこうなんですけどどうしたらいいですかっていうふうにして、相談をされたらいいと思います。ということで、生きているということは本当にきついところがあります。私もまだまだ思うようにいっていませんけれども、ちょっとしたことでも喜ぶ、ちょっとしたことでも喜ぶということで、歩いていて1円拾っても1万円を拾ったっていうふうに思うようにしているんですけれども、そういうふうにしていわゆるちっちゃなことでも、ちっちゃなことでもいいから、よかったと言ってですね、心の中で手を叩く、あるいは家に帰って手を叩いてバンザーって思うようなことをやったりとかすることによってですね、運気も流れてきます、いいふうに流れてきますので、ぜひですね、27歳、8歳というのは非常に悩むし、耐え難きを耐えなければいけない時があります。もうそういうもう2年3年続くと思いますので、やはり小室さんとそれから、眞子さまのように、ね、2人結婚しますと言って以上は別れられないから、もうちょうどそれもいいのかなと思ったりもしますので、ぜひですね、人生に悩んでる方、一つの参考になるのは
やっぱりその小室さんと眞子さまの生き方というのも、あの一つのこう自分のね、人生の勉強として、教科書としていうふうに判断をしていただいて、生きていくと意外と楽かもしれません。うん。意外とあのお二人が、そういうね、同じ年代の人たちの意外と先頭行くかもしれない。うん。だから、いきなり二人で海外に住んで、新居で、ね、爪に火を灯すような感じなのかもしれないけれども、それでも二人は幸せなんだからいいわけですよね。それが国内であったりとか、我々の奄美大島であったりとか、あるいは、北海道かもしれませんけれども、まあ、そういうところで、楽しく幸せに、暮らせたらいいわけだと思います。ということで、27歳、あるいは28歳、私の場合29歳までの約3年間はしっかり悩みましたし、本当に苦労というほどでもないんですけれども、紆余曲折をしてきました。ぜひ、皆さんもですね、もし27歳8歳これからもし27歳8歳になる方がいらっしゃいましたら、周りの先輩たちに、いろいろ相談を早めに、された方が一番いいと思います。ということで、今日は、人生の中で27歳、8歳というのは、非常に悩みますよということと、それから、まあ、いろんなその相談する方々も、今からこう決めておいて、いただいた方がいい、そういう人の見方をしてですね、政治だったらこの人、お金だったらこの人、恋愛だったらこの人という感じで、相談事をできるような人も自分の人生の中で、人脈リストみたいな形でこう書いてチェックしておくだけでもいいと思います。ということで、もう17分になろうとしております。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからもいろんな動画を皆様に、お送りしたいと思います。今後ともよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。